1969年にニール・アームストロング船長が月面に偉大な一歩を残してからもう40年以上経ってるのに、まあ、あれからたったの12人の白人のアメリカ人の男性しか月に足跡を残してない、それもちょっとおかしいんじゃないかということで、月面をもうちょっとオープンに、女の人だってどんな人だって月面歩きたいから、そういう意味でこの女性の足跡を残すローバーっていうのを作ったんですね。理系分野に女の人ってすごくまだまだ少ないんですよ。ただテクノロジーやサイエンスが人間のその生き方とか生活の未来をどんどん変えているわけだし、ロボット作ったりマシン作ったりっていうのはその大学で勉強したことが生きているので、やっぱりテクノロジーやサイエンスに興味があって勉強してたので、でそれによってどうやって人間の未来が変わっていくかとか、どういうなんかディストピアもユートピアも含めてどんな未来が待ってるんだろうっていうことを考えるきっかけになったのも大学の勉強だったね。うん、すごく大学の勉強に影響を与えていると思います。月面探査ローバーなんだけど、ただの月面の探査機じゃなくて、女性のハイヒールの足跡を月面に残すための探査機。これを作るにあたって、実際にテキサスにある、ヒューストンにある NASA の、ジョンソンスペースセンターに訪問したり、あと NASA と関係がある LPI Lunar Planetary Institute とか USRA University Space Research Association とかの人たちと協力して、NASA の実際 の, そのエンジニアの人とかデザイナーの人と会って、まあ、どういうタイヤのデザインが一番なのかとか、どういうソーラーパネルみたいな話をしながら作ってるから、半分ファンタジーなんだけど、あとの半分はかなりリアル、なんかリアルとフィクションがミックスした感じのデザインになってます。このマシンの後ろにある映像はこの、ムーンウォークマシンを作るセレナの物語の映像 でこのセレナちゃん、彼女は理系女子でエンジニアリング大好き、数式大好き、宇宙大好きな女の子なんだけど、もう彼女には誰にも言えないこのルナガール、今映像に映ってたルナガールっていう月面で戦うスーパーヒーローに憧れて、彼女みたいにかっこよく月面で戦いたいっていう隠れた野望があるんですね。でそのルナガールのこのハイヒールの足跡に似せたデザインを作って、で自分が月に今行けないんだったら自分の分身としてこのムーンウォークマシンを作って月に打ち上げて、で自分の代わりに月面にかっこいい足跡を残してもらおうって思ってこのマシンを作るの。だから映像ではこのセレナちゃんがこう一生懸命マシンを作っているところだったり、そのルナガールになりたいなる自分を妄想しているところだったりとか、そういうところを映像では描いてます。じゃあ今私が座ってるこの2段ベッドはこの映像に出てくるセレナちゃんの住んでる2段ベッドです。でこのセレナちゃん理系女子だから、もちろんここのコンピューターでそういう月面ローバーのプログラミング設計もするんだけど、全てが彼女モードに作られてる。だからいろんな仕組みがあって、例えばここにそういう引っ張ると自分の必要なスケッチとか自分の必要ななんかいろんなアクセサリーとかがこうやって引っ張って取れるような仕掛けだったり、例えば彼女がどんな本を読んでるかとか、彼女のなんか落書きとか、全部セレナちゃんらしさが出てるから見ものだと思います。言いづらいんですけど、なんかそのハイブリッド感は私すごい好きなんですよ。フェチズムだと思うんですけど、多分自分がなんかハイブリッドだったからどっちつかずなものに惹かれるっていう。でもなんかいい感じにミックスして見る方が面白いものが生まれたりするんで、私は母親がイギリス人、日本でお父さんが日本人で、で日本で生まれ育ったけど大学はイギリスで、そういう意味でなんか日本的な考え方を持ってる、日本的なオペレーティングシステムがあるんだけど、ソフトウェアがイギリスみたいな義務があって、でも勝手ににじみ出ると思います。私
何作っても意識しなくてもなんか日本っぽい要素が出てくるし、あと逆にイギリスっぽい要素も出てきたりするしって感じがします。今度アメリカに行ってミックスするし、直接的に世界を変える人たちもいると思うんですよ。人の発想が変われば世界が変わる。